はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、タミヤのトヨタガズーレーシング TS050 ハイブリッドの製作をやっていこうと思います。で、まあ今回から、製作開始っていう形になるんですけれども、まあ前回の開封動画でも言ったように、今回は、ボディは、白の部分は成型色を使ってやろうと思ってますので、基本的に、表面処理は今回はほとんどしません。表面処理すると、サフ吹かないといけなくなってしまう。吹かないといけなくなるわけじゃないけど、吹かないとめんどくさいんで、表面処理はほとんどしません。で、まあパーティングラインとかも、若干あるのはあるんですけども、まあ最新のタミヤのキットってこともあってね、そんなに目立つパーティングラインが入ってるわけでもないので、もうパーティングラインもそのまんま、筋彫りもやらないっていう形で、サクサクと作業を進めていこうと思いますので、早速やっていこうと思います。はい、じゃあ早速やっていくんですけれども、まずはね、マスキングをやっていく形になります。で、マスキングやる前にワンパーツだけ、このパーツ、サイドの、ここのパーツですね、ここのパーツだけ、成型色が黒だったので、ここだけホワイトに塗装してあります。こんな感じで、で、まあ微妙にちょっと色が違うんですけど、成型色と塗装の白とで微妙にちょっと違うんですけど、まあまあこれぐらいだったらね、組んでしまえばほぼほぼ分かんないと思いますので、これでやっていこうと思います。カメラ越しだとね、ほぼほぼ分かんないと思います。こんな感じで、これも、もうサフは吹かずに、いきなりホワイトを拭いてやります。黒の成型色の上にいきなりホワイト、 EX ホワイトですね、ガイアの EX ホワイトを塗って真っ白にしてあります。なので、これに全部マスクシールを貼っていくっていう形なんですが、もうちょっとほとんどね貼っちゃってるんですよ。で、まあこのマスクシール全部ね自分でカットして貼っていかないとダメなので、ちょっと枚数的にも作業的にも時間がかかりすぎるっていうので、もうほとんど貼ってしまってます。なので、何箇所かだけ貼ってるところを見てもらおうかなと思います。で、これ今切ってるのは、あの今塗装したこのサイドのパネルのところに貼るマスキングシールシートですね。これを切り出して、ここにこのパーツに貼ってあげる。でもこれ全部ね、一枚一枚切っていかないとダメになるので、カッターとかはね、なるべく切れるものを用意し、よく切れるものを用意して、やってあげないと、ストレスがマックスになってしまうので、気をつけてあげてください。あ、ずれた。で、割とね、このボディ表面に塗り分け線のモールドみたいなのが入ってるんですけど、僕ちょっと老眼ではないと思うんだけど、すっごい見にくいんですよね、このライン。なので、こう表面削ったりとペーパー当てたりとかサフ吹いたりとかするとね、ほぼほぼ多分見えなくなっちゃうと思います。こんな感じでね貼りましたけども、ほぼほぼ見えなくなっちゃうと思うので、その辺はね注意が必要かなと思います。はい、で次、これモノコックの、コックピットの横の部分ですねのパーツなんですけど、これも、マスキングシールを貼っていくのと、マスキングシールだけじゃ足りないんですよ実は。それ以外にも、あの直線的な塗り分けの部分、この TS050 っていうか今のガズレーシングの車って
あの白赤黒の配色になってるんですね。白赤黒で結構直線的な塗り分けになってるんですけど、その直線的な塗り分けの部分に関してはボディにモールドが、塗り分けのモールドラインが入ってるから、それに合わせて自分でマスキングしてテープ貼ってねっていう仕様になってます。なので、ね、結構このマスクシールの数でうおっと尻込みした人がいると思うんですけど、それどころじゃないです。マスクシールしてあるところプラス、マスキングテープでマスクする部分が大量にあるので、かなりねマスキングの難易度的に言うとかなり大変な仕様になってます。これね、こんな感じでマスクシールを貼ってあげる。で、これ多分カメラでは映んないと思うんですけど、この辺あ、ちょっとうっすら見えるかな、これね、これがね、要は塗り分けのモールドなので、ここのラインに合わせて、マスキングテープでマスクしていきます。で、本当はね、ここの前はセミグロスブラックで塗装なんですけど、まあ、この後黒塗ってデカール貼ってクリア拭いてっていう工程の中で、今セミグロスブラックを塗っちゃってもこの後の工程でどうせツヤありになってしまうので、ここのセミグロスブラックは一番最後にしようと思います。ここは直線的な塗り分けなんでね、そんな大変ではないので、ここは後で塗ろうと思います。ただここはねセミグロスブラックの指定になってるんですけど、ここはねちょっとね後からまたマスキングして塗り分けっていうの結構大変なんですよね。この辺いっぱい塗り分けがある上にデカールもいっぱいつくので大変なので、ここはもう黒で塗っちゃいます。普通にグロスの黒で、ここがセミグロスブラックで、ここがグロスの黒っていう指定なんですよ。なのでもう塗っちゃいます。はい。ちょっとねなんか気温が上がったり下がったりしてるせいかわかんないんですけど、まああとちょっと風邪気味なんですよね。本当よく風邪ひく。なんせね、子供がね、風邪ひくと漏れなく僕にも風邪がやってくるっていう我が家のシステムになってしまってて、まあ多分どこの家もそうだと思うんですけどね、子供がね、保育園で風邪もらってくるんですよね。それがもう漏れなく親に移ってしまうので、もう年中しょっちゅう風邪ひいてるって感じになってます。この辺のねモールドが、この塗り分けモールドが本当見にくい。結構この辺はねサイドポンツーンとかいろいろ出っ張りとかもあったりして、もともと貼りにくいんですよね。なので頑張って貼ってあげてください。で結構ねこの塗り分けラインなんですけど、他のパーツとね連続する部分も結構多いんですよ。なのでこう適当に貼っちゃうとそっちと整合性が合わなくなっていってしまうので、結構要注意ですね。だからこのマスキングさえ終わってしまえばこのキットもうほぼほぼ完成と言ってもいいんじゃないかぐらいの、レベルの作業になるかな。
ところでね、サイドポンツーンの内側のところはね、何色なんかがね、指定書いてないんですよね。多分白やと思うんだけど、この辺の部分ね、この辺の部分がね、何色なのか指定が全然書いてないんですよ。でここって写真とかのね、資料を調べてもあんまり書いてないんですよね。書いてないっていうか、映らないんですよね。なんでここが実際何色なのかっていうのがよくわかんないんで、まあ多分白だろうという体でもう白で進めてますけれども、もし違ってたらごめんなさい。はい、こんな感じ。こんな感じでマスクしてあげて、でここの部分とあとここですねを真っ黒に塗るっていう感じになります。あとまあ後ろのエンジンカウルとかもやっていきます。はい、とまあこんな感じの作業を、ひたすら全てのパーツにやっていきます。こんな感じでね、全部やってあります。そしたらこれに黒を塗っていきます。で、さっきのねここと一緒で、このノーズの一番先っぽとここの下の部分ね、ここはセミグロスブラックの指定、まあ実写はカーボンなんですけど、セミグロスブラックの指定になってるんですけれども、ここはもう一番最後に、塗装とか塗装デカールクリア全部終わってから最後に拭こうと思います。ここはね目立つ場所なんでね、艶消し指定のところちゃんと艶消しにしといてあげる方がいいと思うので、ここは一番最後にやろうと思います。というわけで、塗装していきます。はい、そしたら塗装をやっていきます。で、基本的にはもうただの黒なので、もう EX ブラック、ガイアの EX ブラックを使って塗っていきます。よし、いきます。まあ、最後にねしっかりマスキングがくっついてるかっていうのをしっかり確認してから拭いていきます。まあ、こんな感じでね、まあ黒なんですぐ真っ黒になるんで、さささっと塗ってあげればいいと思います。
はい、こんな感じで、黒を塗装したので全部乾かして、完全に乾く前にマスキングを剥がしていきます。というわけでちょっと乾かしていきます。はい、そしたらある程度乾いたのでマスキングを剥がしていきます。で、マスキングを剥がすのはね、あの完全に塗装が乾ききってしまう前に剥がしてあげる方がいいです。あの完全に乾ききっちゃうとね、この塗り分けの境界線のところが剥がすときに一緒に持ってかれちゃったりとかするんですよね。そしたらその塗り分けのラインが汚くなってしまったりすることがあるので、なるべく早めに剥がしてしまう方がいいです。まあ、ただね、あんまり早く剥がすと乾いてないところ手で触っちゃうっていうリスクもあったりするので、その辺はちょっと気をつけながらやってあげてください。はい、とまあこんな感じで、塗り分けができました。こんな感じ。まあ、ちょっと赤が入ってないんでね、なんかまだそれっぽく見えないですけども、一応こんな感じで塗り分けが完了しました。こういう感じね。こういう感じになるわけです。とまあこれで一応塗り分けは全部できたので、次は、デカール針ですね。デカール針の作業に入っていきますので、あ、そうだ、その前に、何箇所か吹き抜けてるところを修正しておきましょう。まあそんなにね、大きくミスってるところはそんなにないんですけど、どこが一番見やすいかな。でまあ、さっきのこれにしましょうかね。ピントが合わない、ここの吹き抜けを修正する方法なんですけど、まあ、今回は成形色でやってるので、成形色の時だけ使える方法ってのがあります。それがね、これ消しペンですね。消しペン、ガンダムマーカーの消しペンってやつなんですけど、これは、塗料を溶かす力があるので、こいつを使ってあげるとね、簡単に取れます。で、これ塗料を溶かすんで、もちろん下に白とかを塗ってる場合はその白ごと溶けちゃうんですよ。なんで下塗ってる場合は使えないんですけど、
今回みたいに成形色の場合はその染み出てる漏れちゃったところに消しペンをちょんちょんちょんとつけてこすってあげて、消しペンつけてこすってあげて、で綿棒で拭き取ってあげる。綿棒で拭き取ってあげるとこんな感じで一発で綺麗になります。こんな感じでね、もし吹き抜けてる場合は、修正してあげてっていう感じでやってあげればいいと思います。はい、というわけで、今回の作業はこれで終わりにして、次回の動画ではデカール貼りをやっていこうと思いますので、また続きを見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。